上山市にやってきました。今日ご紹介するのは上山温泉駅のすぐ目の前にあるんです。こちらですね。あ、中で何かをこう作っていらっしゃる様子は見えるんですけれども、入り口がないんですよね。入り口、あ、ここかな。すいません。はい、いらっしゃいませ。こんにちは、はい、あのここって入り口はないんですか。ここが窓口で、はい、実は、テイクアウトだけのお店なんですよ。テイクアウトだけ、はい、中で、営業しようとは思わなかったんですか。残念ながらこれ奥行きなくて、はい、畳4畳分の2坪しかないので。2坪ですか。はい、2坪、はい、お店の中を見せてもらうと確かにこれぞ狭小店舗。店内は作業スペースと調理用品でほぼいっぱい。普段はスタッフ2人がここで調理などを行っているということです。大変じゃありませんか。その時だけ痩せます。なんとか僕のスペースでも入れるくらいの、は作りましたので、はい、なぜこんなに狭いかというと、実はここもともとはタバコ店なんです。元タバコ店ということで、このショーケース、そして看板、さらになんといってもこの窓口ですよね。名残がありますね。懐かしい雰囲気を残しつつ、ヨーロッパの街角にあるテイクアウト店をイメージしたというノーマおじさんのとっても美味しい屋台。店を営むのは上山市の栗原雅彦さんです。コロナ禍もありまして、やはりちょっと今までのお店がそんなにご来店の方が、激減しましたのと、ここがちょっと空いたので何か活用できないかということで、テイクアウトも含めた上でちょっと発想してやってみようかということになりました。実は栗原さん、同じ上山市内にノーマという洋食のお店を経営していますが、コロナ禍で売り上げが激減してしまい休業状態でした。そんな中、空き家などの課題に取り組む NPO 法人上山ランドバンクから15年ほど営業していなかったこのタバコ店を紹介してもらい、市の補助金やクラウドファンディングで集めた資金などで新たな店を整備しました。今月9日にオープンすると連日売り切れ状態なんだとか。人気の品はどれなんですか。はい、うちでは、何種類か出してますけど、やっぱり基本的にはポッフェルチェというオランダ発祥の伝統的なパミニパンケーキですね。ポッフェルチェは本来そば粉を使うということなんですが、栗原さんが小麦粉をベースにしたオリジナルの生地に改良しました。出来たてを食べてほしいと注文を受けてから焼き始めます。さまざまなトッピングから今回は人気のベルギーチョコとストロベリーを選びました。この小さなポッフェルチェも美味しそうなんですが、ホイップクリームのボリュームがすごいですね。まずは見た目で惹かれますね。ではいただきます。ポッフェルチェがふわふわなんですよね。そこにストロベリーとかチョコとかホイップとかいろんな美味しさがこう絡んで本当に美味しいですね。その他にも中はもちもち、表面はあられ糖がキャラメリゼされてカリカリになったリエージュワッフルが人気です。これらを求めて平日でもどんどんお客さんが訪れます。通りかかって、看板見て、いや便利だと思いますよ、ちょっと寄って食べるっていうのはいいですよね。2回目ここのワッフルが美味しいって、 SNS の方で見てきました。観光でも楽しくなっていいんじゃないかなと思います。旅の醍醐味として食べ歩きだったり街歩きが一番楽しいですし、ここからですと10分程度で、お城の方まで行けますので、
それでご来店いただいて、駅前からですね、少し、活性化とか活気が出るような形になってもらえれば。小さなカウンターでゆくゆくはお酒の提供も考えていて、観光客に県産の日本酒やワインを振る舞いたいとしています。皆さんも上の山観光をしながら立ち寄ってみては。